イスラエル空軍第149飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。別名として、スマッシングパロットスコードローンと呼ばれる。また、資料によっては、本飛行隊を、第143飛行隊あるいは、第143予備役飛行隊などと表現している。第149飛行隊は、1976年に、イスラエル空軍で A-4 スカイホークを、 運用する8番目の飛行隊として、市内半島の越四空軍基地で編成された。この時運用したのは、A、A-4E 型で、これは、運用機種を A-4N に更新した第140、飛行隊の装備していた機材であった。1978年には、第149飛行隊の A-4E も A-4N に更新された。 1980年11月になると、第149飛行隊は A-4N と合わせて、クフィル C2 の運用を開始し、イスラエル空軍でクフィル C2 を運用する5番目の飛行隊となった。1981年になると、第149飛行隊の A-4N は運用停止された。 第149飛行隊は、クフィルの騎士転換訓練部隊としての性質も持っており、また座型のクフィル TC-2 の運用も行っていた。また、機種部分を延長し、偵察用のカメラ機材を搭載した2機の偵察機型 c にも運用していた。1981年5月4日には、同じイスラエル空軍の F-15 との意航空機戦闘訓練の際に、 第149飛行隊のクフィル C2 が墜落し、この機のパイロットを務めていたヨラム A タンが殉職した。彼は、当時イスラエル軍の参謀総長であったラファエル A タンの息子であった。1982年に、キャンプデービッド合意に基づくイスラエル軍の市内半島からの撤退に伴いエチオン空軍基地が廃止されると、第149飛行隊は、 オブダ空軍基地に拠点を移した。1988年7月には、オブダ空港の民間機運用キャパシティ増大のため、第149飛行隊は、初オール空軍基地に移動した。この頃には、他のクフィル飛行隊が、新型の F-16A、B への更新を始めていたため、第149飛行隊はこれらの飛行隊から、移管された、クフィル C2 の運用も行った。 第149飛行隊は1991年に解散となり、2機の偵察機型を含むいくつかの機材は、イスラエル空軍で最も遅くまで空フィールの運用を続けた飛行隊である第144飛行隊に移管された。ありがとうございます。